だからこいつあのマスター CP と比べてちっちゃいけどパワーあるから、こう飛ばすにはこっちの方が面白いんかもしれないね。こっちの方が面白いと思いますよ。これってトルクチューブですか？これトルクチューブです。お尻もちゃんと押さえよるし、まあ壊れにくさも似たようなもんかな。いや、こっちのは壊れますね。まあ、パーツがね、細かいけど数多いんですよね、これね。そうそう、普通の機体と同じような形やろうから。なんせマスター CP パーツの点数自体も少ないですもんね。少ないですね、圧倒的に。なんか動きがやっぱ軽快やん。ちょっと打ってますね。あ、回れへん。ちょっと影がおかしい。またカーブ緩んだんですか。こっち側は回るけど、こっち側が曲がらない。回らない。ラダーが効かないよ。ラダーが効かないよ。あら。今左右動きました？今これくらいの動き。あ、これ動いた。ネジ緩んでるわ。ネジ緩んでます。あら。ネジよかった。あ、緩んでるわ。確かに。効かないはずや。バッテリーか？そんなに回さんの？弱ってきた。あ、じゃあもうバッテリーですね。これそんな1950やったかな。